古川みりんは、日本の女性アイドル。電波組、インクのメンバーで、同グループではセンターを務める。香川県高松市出身。愛称はみりんちゃん。電波組、インクでのキャッチフレーズは、歌って踊れるゲーマーアイドル、担当職は赤。1986年高松市にて二人姉妹の長女として生まれる。父親がいわゆる、天金属であり。 出生後3ヶ月から小学校までは、和歌山県、大阪府、愛知県の名古屋市など、いつどこにいたという記憶がほぼないほど短期間で転居を繰り返していた。小学校時代の転校は、人間関係が悪くなっても毎回リセットできるので、好きだったと実感する一方で、地元の思い出、地元の友達というものが存在しないことや、自ら友達を作れるタイプではなかったことから、 地元の友達という単語が憧れであると述べている。小学校時代は、化病で、保健室に行くことが多かったとしているほか、バカにされることでコミュニケーションを保つことを覚えて、しまったと10回しており、少しおちゃらけて周囲から構かってもらう、いわゆる、いじられ、キャラのような行動を無意識のうちにとっていた胸を、述べている。また、小学校低学年から教科書の文章を、ローマ字入力で、 パソコンに打ち込む練習を始めていたという。小中学校時代にはうまく、周囲となじめず、いじめを受けた経験があり、特に転校する機会のなかった、中学校時代が、いじめの前世紀であったとしている。このエピソードは、電波組、インクの楽曲、WWD の歌詞の中でも触れられている。ただし、いじめは巡り巡ってくるものであるという自覚があったほか、部活にだけは、 絶対行きたいという気持ちもあって、不登校にはならず、むしろ、学校に行ってやろうという気持ちが生まれたとしている。また、当時は、チャットに熱中していた時期でもあり、学校に居場所がなくてもネットに居場所があるという、考えも持っていたという。工業高校中退後、秋葉原のゲームセンターへ通い詰めるようになり、そこで知り合った友人を通じて、メイド喫茶の存在を知り、 メイド喫茶で働くようになる。当時、吉川素直が同じメイド喫茶で働いており、後に吉川が秋葉原ディアステージの立ち上げに携わった際に入店の誘いを受け、勤務を始める。当時のディアステージは歌われる楽曲がアニソン主流であったほか、アーティスト志向の強い人間が多く、アイドル向きの場ではなかったが、アイドルになりたいという古川本人の強い希望を、 福島舞子が聞き入れる形で2008年に電波組、インクの前身となるアイドルユニット電波組を結成。初期は古川美林と小和田明による2名のユニットで当初ゲーム主題歌を歌うユニットとして組まれたため長期的な活動を行う予定はなかったという。結成当初の電波組については特に何も活動しなかった思っていたアイドル像とはほど遠いものがあった。 最初の人気のムサはすごかったと後に実会している。なお、2018年現在の7人体制としては、唯一結成当初から在籍している、オリジナルメンバーである。電波パと並行して、西村メメとのユニット、ミリン・ミーム名義での活動や、ナルセエミとのユニット、水玉オンライン名義での活動も行い、2009年には、佐伯健造プロデュースで、 ソロ CD デビューも果たしている。電波組、インクがブレイクしたターニングポイントとして2012年春に開催されたアイドル横丁杯での優勝と振付師としてユミコを迎え入れたことの2点を挙げている。もともと古川からプロデューサーの福島に振付師を入れてほしいとの要望が出されていたが、振付師を雇う予算は今の電波組、インクにはないとして断られていた。 それに対し古川は、私がイベントを売って稼ぐから、それで雇ってほしいと表明し、ディアステージでブルマ姿になって、イベントを開催。そこで、ミリンの本気を受け取ったとしてユミコが正式に、迎え入れられた、というエピソードがある。古川は、自他共に認めるゲームマニアで、単独での仕事は、ゲーム関連がその多くを占めている。また、グルーブコースター EX、ボーダーブレイクでは、 キャンペーンガールも務めた。2015年4月より、テレビ、東京系列、おはスタ木曜、レギュラー、および東京 FM、電波 CH、東京電波インターナショナルメイン MC を担当。2015年8月13日に行われたさぬき、高松祭りに電波組インクとして、ステージイベントに出演し、ライブ前には、古川の出身地でもある、 高松市の観光大使に同日付けより移植された。2017年8月26.27日に、横浜アリーナで開催された大型音楽フェス、ジャムエキスポ2017では総合司会に就任し、自身も含めて50組以上が参加する、コラボレーション、エキスポスペシャルジャムセッションの司会を担当。翌年の、ジャムエキスポ2018や、さらに、ジャムエキスポ2019では、 親善大使を務めた。また、2019年9月7日に東京ドームシティホールで開催された、マナ踊り祭り2019決勝大会では、審査員を務めた。2019年9月18日に、ゼップダイバーシティで行われた、電波組、インクのライブ、あ、やあ、ツアー、2019スペシャル、If you want to be happy, b において、漫画家、 麻生周一と結婚することを発表。公式サイトでも報告した。11月30日に挙式。2021年1月5日、第一子妊娠を公表。同年5月20日より産休に入った。7月16日、第一子男児の出産を報告。古川は、引っ込み事案な性格で他人とコミュニケーションを取るのが得意な方ではなく、 古川と同じ電波組、インクのメンバーである夢ネムネムとも打ち解けるまで2年強、かかったとしている。基本的に料理はせず、カップラーメン愛好者。ラーメン好きで、ツアーの遠征先では、現地の美味しいラーメン店を調べ、訪れることも多い。チーズ、回避もも好きな食べ物として揚げている。また、虫が嫌いである。アイドルの理想像として、 表裏のない人間が、アイドルに向いている、いろんなことを考えなくても、天才的にできる子、アイドルはバカで良い、バカな方が面白い、胸を述べており、落ち込んだ時に、それを表に出してしまうアイドルが嫌いであるとも、古川は述べている。自己紹介のキャッチフレーズである、歌って踊れるゲーマーアイドル、にある通り、 昔から歌い踊ることが好きで父親の聴くヘビメタルに合わせて踊る様子が幼少期のホームビデオに残っている。ディズニーランドの年間パスでショーやパレードだけを目当てに通った時期があり、ショーベースのダンサーになるためにバレエ、新体操などのダンスを始めた。古川の父親はクラシック音楽好きでもあり、その影響で幼稚園から小学校までピアノを9年間、 習っていた他にも中学校では吹奏楽部に所属し、フルートやクラリネットを演奏していた。中学時代から、モーニング娘。とスピードに憧れており、特にスピードのライブに初めて行ったことをきっかけとして、自分もなれるんじゃないか。アイドルになったらみんな、すごいと思うんじゃないか。見返してやりたいという気持ちが生まれたとしている。また、古川は、モーニング娘。の。 第5期や AKB48 の第1期などのオーディションを受けて落ちた過去を持つ。なお、古川は藤崎や屋根と共にフリップサイドのバックダンサーとして活動していた時期があり、2015年3月1日に横浜アリーナで開催されたフリップサイドのライブにもダンサーとして出演した。両親共にゲーマーであった影響から、古川もゲーマーとなった。幼い頃から、 マリオシリーズで遊んでおり、物心ついてから、スーパーマリオワールドで遊んでいた。なお、古川が、マリオシリーズで一番好きなキャラクターはキノピオである。妹もゲーマーであり、かつてゲーム番組、スーパーマリオスタジアムに、妹と一緒に出演し、発売前の、マリオカート64をプレイして2位となった。各種家庭用ゲーム、オンラインゲーム、 アーケード、モバイルなどその範囲は多岐にわたり、ツアーで地方や海外を訪れた際には必ず現地のゲームセンターに足を運んでいる。腕前はビートマニアイドックスマイナス10段くらい、ボーダーブレイク最高 A1 クラスなど。特にラグナロックオンラインでは、いわゆる廃人ギルドに所属、最上モガが所属するギルドと戦っていたことが電波組。 インクに最場が加入する際の顔合わせで判明した。また、ゲーマー向けハイエンド PC、アリアンワヤを所有している。将来的には、オンラインゲームの開発に携わりたいとの夢を持つ。2017年に東京と大阪で開催された、星のカービィ25周年記念オーケストラコンサート、では、自身がシリーズのファンであることから、司会進行を務めた。ありがとうございます。